はい、どうも皆さんこんにちは、リボン鉄道チャンネルです。今回の動画はですね、広島駅から博多駅まで在来線で移動してみたといったような感じの動画となりますが、ほとんどの区間を通してですね、全体的に混雑していたので10分間の動画にすることができませんでした。ご了承ください。どうしてね、そんなに混雑していたのかといったこともですね、後ほど紹介していきたいと思います。今回使うのはですね、青春18切符でございます。右手に押してある下車品を見てみるとですね、私は山陰地方にいたんだなといったことがですね、わかると思います。広島大野浦間はですね、だいたい15分に1本間隔で電車が運行されております。今回乗る列車はですね、現在画像に映っている227系電車でございます。227系電車はですね、広島で最初の増備が行われた後、奈良北陸などで増備が進められております。ちなみに下関には導入されていませんので、九州民である私にとっては乗る機会はあまりございません。ちなみに山口県内に乗り入れる定期運用というものはですね、徳山より先はございません。ちなみにですね、日中の時間帯に関しては岩国より西に行くことは一切ございませんので、さらに乗車難易度が高いと言えますね。ということで、岩国行きの普通列車が到着いたしました。今回はですね、この列車へと乗っていきたいと思います。この電車は宮島口方面へと向かいます。ちなみに宮島口と宮島を結ぶフェリーはですね、18切符でも乗れるという情報を聞きました。現在左手に見えている線路はですね、広島電鉄の路面電車の線路となります。途中の宮島口までこの JR 山陽本線と並行しているそうですね。ちなみに山陽本線はですね、駅間の距離が非常に長いんですけれども、広島電鉄の路面電車に関しては駅間がやはりとても短いのでね、首都圏の電車でいう常磐観光線、常磐快速線といったようなね、つながりを持っているのではないかなとも思いましたね。ということで、電車は広島県より山口県へと入りました。まもなく電車は岩国へと到着いたします。ちなみに私はですね、立ち席での乗車だったため、ろくにね、沿線の光景を楽しむことができませんでした。そこはちょっとだけ残念です。岩国駅で新山口行きの普通列車へと乗り換えです。広島方面の山陽本線のラインカラーはどうやら緑のようですね。ということで、岩国駅を出発、これから新山口駅までだいたい1時間半程度の旅となります。今回ですね、車内をね、見渡してみますとですね、いかにもオタクっぽいお客さんがね、本当に多かったんですよね。何事かと思ってですね、私隣の人に勇気を持ってね、何なんでしょうかって聞いてみたんですよ。そうするとですね、ムーンライトながらと青春18切符を使って在来線の普通快速列車だけでね、乗り換え駅で一度も遅れずにただただ西へと進んだ場合、今回私が乗った列車たちに行き着くようですね。私も1本後の便にすればよかったなとね、今になって後悔しております。まあまったりとしてそうな18切符シーズンにね、再びカメラはね、撮り直そうと思います。ということでね、新山口駅に到着いたしました。新山口駅でね、再びお乗り換えです。下関行きの普通列車が発車するようですね。下関、いよいよ九州が見えてきましたね。ということでね、下関行きの列車に乗っていきたいと思います。国鉄チックな方向幕でございますね。基本的に岩国から西ではですね、黄色い電車、いわゆる真っ黄色の電車がですね、まだまだ元気に走っております。個体数もアホみたいに多いのでね、置き換えがなかなか進まないっていったようなね、ことが実情だそうです。しかし4両編成とですね、乗客の数の割にはかなり余裕がある設定となっており、各車両には必ずトイレがあるといったようなことよりね、18キッパーにとってはですね、かなりありがたい電車なんじゃないかなとも思いましたね。はい、ということで下関へとやってきました。私ですね、新山口からの電車でですね、まあずーっと寝てたんですね。終点の下関でね、運転士に起こされて、ここはどこみたいな状態になったんですけれども、関門連絡列車に乗る頃にはすでに意識も回復。しかしこれより先の工程でね、寝過ごすといったようなことはね、到底許されないのでね、しっかり目を見開いてね、動画を回していきたいと思います。ちなみに下関から先の山陽本線はですね、JR 九州の管轄となっております。途中にはですね、硬直デッドセクションがございましてね、このように車両のライトが一時的に消えることがありますので、注目してもいいんじゃないかなとも思います。ということでね、門司駅に到着。門司駅からはですね、鹿児島本線新田原行きの普通列車へと乗っていきたいと思います。ここまでずっと国鉄型のボロい車両に乗ってきたこともあってですね、813系電車を
めっちゃ新しく感じましたね。ここまで813系を新しい車両だなと感じたのは初めてかもしれませんね。ということでね、小倉駅へと到着いたしました。私はですね、小倉駅で降りていきたいと思います。小倉駅の駅名表はこのように情報量が非常に多いです。駅に割り振られたナンバリングというものもですね、何かと便利でございますので、導入範囲がもっと広かったらいいのになとも思いますね。ということでね、区間快速荒尾行きに乗っていきたいと思います。途中の博多までの乗車です。広島から電車にずっと乗ってきたんですけれどもね、快速列車に乗るのは多分今回が初めてでございます。広島地区の JR 線も快速列車は意外に少ないんだなともね思いましたね。はい、ということでね、博多駅へと到着いたしました。やっと旅が終わるなといったような感じです。ということでね、早速出ていきたいと思います。広島から博多駅までだいたい6時間の旅でした。きつかったな。ということでね、今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。せっかくなんでね、私が先ほどまで乗っていた区間快速荒尾行きを見送っていきたいと思います。8両編成での運転、広島地区の JR と比べればかなり良心的ですね。広島の JR 線はやはり少ない両数に多くの客を詰め込めるといったようなね、スタンスがあるようです。ということでね、ここからはですね、私が旅を終えて近所の店で食べたね、夜ご飯を紹介していきたいと思います。言わずとも知れた長崎ちゃんぽん皿うどんなんですけれども、明日もですね、旅行の日程が入っておりますのでね、食べ物をしっかり食べてね、準備していきたいなとも思います。ということでね、今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。おいしい。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。